フランツ・ヨーゼフ線は、オーストリア国鉄の鉄道線の名称である。路線番号は、アプスドルフ・ベレニツェ・間が800、ビーン・クレムス・間が810。1869年11月1日に、グミュンとエゲンブルク区間が、1870年6月23日に、エゲンブルク・ウィーン区間がそれぞれ開業された。この路線は、ホルンやバイデン方面を通過しないので、 経路は異例的であった。二つの町は後に、カンプ国線やターヤ国線により連結された。1884年5月1日にこの路線は、他の皇帝フランツヨーゼフ鉄道路線とともに、オーストリア帝国鉄道に所属することとなった。この路線は1889年から1905年まで、複線線路で改修されて、1898年には、 ハイリゲン・シュタット・トゥルン区間には、シュタット・バーンの路線が導入された。1925年にシュタット・バーンの区間は、ウィーン電気都市鉄道の導入で、都市鉄道から外された。2番目の線路は1959年に、ジグムンツ・ヘルベルク・グミュント区間で、1967年に、アプスドルフ・ヒパースドルフ・ジグムンツ・ヘルベルク区間で、撤去された。 1960年代以来、国際や高列車路線が導入された。1978年に、ウィーン・トゥルン区間がまずは電化されて、翌年にアプスドルフ・ヒパースドルフまで、電気運転は実現された。1984年9月に、電車線がアプスドルフ・ヒパースドルフ・ジグムンツ・ヘルベルク、区間に設置された。1995年にこの路線は、オーストリア区間で電化された。 幹線鉄道として表明された。1990年代まで特急列車ビドボナー号がフランツヨゼフ鉄道を経由したが、運行経路は北部鉄道に変更された。この路線では中距離列車のみがその時から通行している。2005年から2009年まで2編の国際列車がチェスケーブジェ予備ツ駅キ及びプルゼニーキでこの路線で通行した。2009年に 国際列車は EU レギオとしてウジェ事予備税まで走行した。2010年に EU 列車は廃止され、快速列車により置き換えられた。2015年にいくつかの停車場が列車の走行時間を短縮する過程で廃止された。その結果、トゥルンイ後の区間は他区間と比べて駅間距離が長くなっている。ウィングミュント区間の運賃システムは 東部地域運輸連合により管理されている。下記5系統に分かれる。下記2系統に分かれる。以下では、フランツヨーゼフ1000の駅と営業キロ、停車列車、接続路線などを一覧表で示す。ありがとうございます。